二杯目のビールと共に、チキン南蛮と炙り焼きを頼む。またすぐに届けられたビールを一口飲んで、青葉が言う。私、思った。初めにおごるって言ってくれるところが、柏木君らしいよね。らしいらしい。そうしてくれた方が、おごられる側は楽しめるもん。最後にさらっと払って格好をつける男の人もいそうだけど。 実はそれも考えたよ。先に行っちゃったら遠慮してあれこれ頼みづらくなるかと思って。それもまた柏木くんっぽい。ぽいぽい。結局、柏木くんはいつも柏木くんなんだね。よくわかんないよ。柏木くんはそのことを覚えてないって言ったけど、商店街でさっと道を譲ってくれたあの時、 私はすぐに柏木君だって分かったよ。もちろん顔を見たからではあるんだけど、その譲ってくれた感じで確信した。高校の頃のことを思い出したよ。何を別に大したことじゃないけど、例えば校舎の廊下とか階段とかですれ違うとき、いつもそれとなく壁の方に寄ってくれたな、とか。そうだったそうだった。 本当に大したことじゃないね。でもそういうのって、人の印象として残る。だから私、商店街のあの時も、あ、この感じって思ったんだもん。まずさ、あの文化祭の時がそうだったじゃない文化祭の時って柏木くん、ライブに出るのにそれをみんなに言わないの。他の子たちみたいにもっとアピールすればいいのに、しない。 俺はいいよ、になっちゃう。まあ、ベースだしね。関係ないじゃない。四人で一つのバンドなんだから。そうだけど。私なら行っちゃうよ。せっかくやるんだから、見てみて、って。鳥を食べ、ビールを飲む。話をして、笑う。母が亡くなって、まだ半年。 こんなことをしてていいのかな、と思う。人の誕生日を祝うためなんだからいいよな、と、無理に思う。そう。アンナさんの誕生日を祝ってはしゃいだエイキさんみたいなものだ。高瀬君に。と、青葉がいきなり言う。ん俺ら。 ちゃんと付き合おうって言われた。前々からもう一度付き合おうとは言われてたんだけど、改めて、ちゃんと付き合おうって。ちゃんとうん。で、断っちゃった。なんでなんか、難しいかなって思った。私、やっぱり心が狭いみたい。 高瀬くん、すごく頼りになる人ではあるんだけど、私とは違うとこもあって。そんなの当たり前なんだけど、どうしても気になっちゃって。それは、例えばどういう前に話した電車の優先席と同じようなこと。というか、もっと些細なこと。今度は横断歩道。横断歩道 向こう側で誰かが信号を待ってるとするでしょ他人、全く知らない人。で、車は通らないの。だから渡っても危なくない。その人も急いでれば渡るかもしれない。でもその時は、待ってる。うん。高瀬くんは、普通に渡っていっちゃうの。待ってるその人に向かって。で、 別にわざとではないんだろうけど、すぐ脇を通ったりする。そんなのはよくあること。わかってる。急いでるなら、私も当たっちゃうと思う。でも高瀬くんは、急いでなくてもそうしちゃうの。それで私に言う。車も来ないのに信号を待つような奴にはなりたくないね。そんな、時間を無駄遣いするような奴にはさ。 優先席の時と同じだ。間違ってはいない。そういう考え方もある。否定はできない。信号無視はいけないとかじゃないの。いけないことはいけないけど、そういうことじゃないの。ただ、その人にちょっと嫌な思いをさせることは事実。高瀬くんは、そんな風には考えない。 どう言えばいいだろう。他人同士でも、人は人なんだから、横断歩道を挟んで向き合った時点で、ある種の関係性はできてるでしょ高瀬くんはそういうのに無頓着なの。で、私は、それがちょっと辛い。こうやって話すと本当にバカみたいなことなんだけど、どうしても気になっちゃう。二人でいる時にそういうことがあると、 気持ちちのどこかが削られちゃうそれで断っちゃったんだうんひどいよねそんな理由でひどいのかどうか僕にはよくわからない高瀬亮はひどいと思うのかもしれない信号を待つ他人のことなんて知らないよ 俺はマスからもう少し考えてみてくれって言われた。柏木君に言うつもりはなかったんだけど、言っちゃった。